こんにちは、おじいです。はい、どうも、ケンツ佐藤です。なんか久しぶりすぎて今こうだ、はい、これがちょっとかなり久しぶりです。あやふやな感じでした。なんか撮る時間なくて、おまとめ動画なんか無理やり出してはい、総集編とかですよね。はい、今日はちょっと面白い話がちょっと、まあ、来てみたんですけど、俺の持ち込み企画になりますが、なんか誰でもすぐできるフリップとおりがあるって聞いてきたんですけど。そうですね、まさかこんな方法がと誰でも1分以内にできるオーリーフリップ、ぜひ知りたいです。知りたいですか。はい、やってみますか。やってみます。ああ、じゃあ、そうですね、実際今せいさんは何のことか全くハテナマークな感じなんです。そうですね、はい、俺も実際その動画を見た時にめちゃくちゃ衝撃を受けたんですよ。なので、まあ、一回せいさんにもその動画を見てもらって、そうですね、それをじゃあ動画見ました、でそのちょっと反応とか感想を見て、で実際1分以内にできるかどうかを試してみる。とりあえず、まあ、見せてもらって、リアルバラエティでちょっといこうかと思うので、はいはい、動画をちょっとせいさんに見てもらいます、はい、じゃあいきますよ、はい、まずオーリーからです。オーリーです。浮いてますよね。おーオーリーですはい、で、オーリーして次はフリップいきますよ。いきますよ。フリップ、1回転、2回転戻しますよどうですか。まあ、わかんないですね。はい、なんて言っていいかわかんないけど、フリップしてましたよね。まあ、だから、しかも2回転ですよ。フリップって、はい、リップを回転させることなんで、これ、はい、はい、これ、ちなみにコンテストです。なるほど。じゃあまず、じゃあこれにチャレンジしてみますか。はい、ということです。はい、お願いします。わかりました。じゃあ1分でできるか。はい、とりあえずやってみましょう。やってみましょう。レッツゴー。はい、じゃあとりあえずやりますね。とりあえずできるかどうか。それではいいですか。はい、レディー。ああ、はい、最初オーリーですか。オーリーからいきましょう、はい、まずオーリーから。じゃあオーリーいってみましょう。はい、お願いします。じゃあフリップいきますか。フリップいきますか。いやー、できましたね。できた。一発メイク。はい。一分以内ですよね。両方やって一分以内じゃないですか。そうですね。意外と、まあ俺でもできましたね。簡単でしたか。いや、まあ、簡単ですね。二回転しましたよね。ということで、はい。久しぶりにフリップメイクしました。そうですね。しかも二回転。ダブル。ダブルは初じゃないですか。まあ、初ですね。もうできると思わなかったですね。そうですね、皆さんもぜひ挑戦してほしいです。どう思われたかどうかは分かりませんが、はい、ぜひやってみてください。はい、一応あれですか、 OG から解説してもらった方がいいですかね。そうですね、はい、はい、じゃあ交代です。はい、
はい、じゃあとりあえずやり方を解説してもらえますか。解説するんですか。一応、はい、あのちょっと分かんなかった人もいるかもしれないんで、はい、まあ、はい、あのそうですね、はい、最初やってたオーリーっていうのは、はい、テールを弾いて上がるじゃないですか、はい、ピックアップ威力、はい、で上がった時にノーズを手で押し出して、ああ、前足が 手に当てるんですね。痛い痛い。でも手は痛いんですよ、結構うまくやんないと、ね、結構テール上がるっすよ、ほら、おお。手は痛いっすけど、そうですね、こうやるだけです。わかりました。はい、はい、じゃあ次、まあ頑張れば1分以内にできるかなと思って、はい、いきます。やってみてください。はい、では次フリップですか。ここ左手で前側の方、前足のここを掴んで、はい、この状態で前足を下ろすんですよ。はい、はい、そしたらテールを前に押し出して、はい、ここに乗せるんです。乗った。そしたら足で挟みます、飛ばないように。そうですね。そしたら自分が回ると、スピード打ってみましょう。一体行かないですか。あとは足を下ろさないでこのまま乗ってメイク。なるほど。これだったらもう誰でも1分でできます。まあ初めてのキックリップには一番いいのかと思います。ぜひチャレンジしてみてください。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、はい、ということで、まあ1分もかからなかったかな。結果はね、1分かからずに、はい、オーリーとフリップができました。どっちも一発メイクでした。でも何の茶番を見せられてるんだって多分思ってる人もいるかもしれないですけど、うん、はい、これね、実はね、とても深い説明がいろいろありまして、まずまあ、オーリーはちゃんとしたオーリー、まあ、今みんなが知ってるオーリーとはまた違うかもしれないですけど、まあね、足を下ろしたりとかね、はい、手使ったりとかもしたりとかしてるし、まあ、フリップもキックフリップって言ってないですよ、うん、まずフリップです。フリップっていうのは回転っていう意味です。っていうのをやって、でこれ何かっていうと、まずスケートボードの歴史の勉強みたいな、まずこのニール・ブレンダーっていうプロスケーターが昔いまして、はいはい、でここで動画上げるんですけど、はい、スケートボードのコンテスト、はい、昔なんですけどスケートボードのコンテストがあって、そのコンテストで彼がやったその時間内に自分の持ち時間で自分の自己表現としてこのルーティンをやったんですよ。はいはい、でしまいには最後は絵を描くと。そうですね、これ今ここに入れますね。はい、はい、見てもらうと今分かるんです。見ながら解説聞いてください。まあ、こういう感じでもちろん技術もめちゃくちゃすごいね、ジャンプランプでめちゃくちゃメソッド飛んでたりとか、クイックが飛んでたりとか、うまいですよね。いや、うまいですよ、めちゃくちゃうまいんですけど、やっぱり自分がしたいスケートボードっていうのを自己表現として出してて、フリップはこうじゃなきゃいけないとか、オーリーこうじゃなきゃいけない、こうじゃなきゃいけないはないんですよ。そうですね、大会もこういう規定ですっていうのではないから、昔見た時に結構衝撃を受けて忘れなかったんですよ。たまに遊びで子供たちとやったりとかもしてたし、これはで今せいさん聞いたら、え、知らないですよ。スケートボードの歴史もね、一応知ってた方が知らないよりいいじゃないですか。マーク・ホンダイス知ってた方がいいし、トニー・ホークももちろん知ってた方がいいし、キャバレロ知ってた方がいいしとか、まあ歴史を知ることによって、まあ、楽しさとか、まあ大人の人なんかはなおさらなんかそのクリエイティブなことそうですね、していかないと、まあ、すごい技もいいですけどもね、難しいですからね。難しいし、もちろん限界もあると思うんですよ。うん、うん、俺も多分70とかでキックリップ簡単にできるかって多分想像つかないんですよ。やっぱりこう45過ぎて47ぐらいになって簡単じゃなくなってきてるのが 思ったよりもきついっていう、まあそこをやっぱりこう発想力だったりとか、まあ、固定概念に縛られないスケートボードを大人の人が遊びとしてクリエイティブとしてつなげていける、で楽しめる大人がめちゃくちゃ多かったら、なんかその若者たちも、あんな年取ってもこうやって遊べるんだって、なかなか俺他のスポーツでもそれないと思うんですよ。そうですね、そこがスケートボードのめちゃくちゃいいところでもあって、競技としてももちろんね、すごい認知されるのにすごくいいし、そうじゃない部分でもスケートボードの良さってめちゃくちゃあるんで、これを見て楽しいな、面白いなって思えば、そうですね、まあ型にとらわれず、そういろんな
方法で自己表現していければなと思います、はい、ということでした。はい、ということです。じゃあ今回の動画が良かったなって思ってくれた方はいいねボタンそうですね、またやってほしいとかこういう、はい、チャンネル登録もぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。あとコメントもお待ちしてます。はい、バンバンください。はい、じゃあまた会いましょう。さよなら。よろしくお願いします。さよなら。